はいどうも、ギテです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、僕のダイエット法について初めて動画を撮っていこうと思うんですけど、まず一番初めに今現在の僕の身長体重をお伝えしようと思うんですけど、今現在の僕の身長体重は、身長が183センチ、で体重が62キロになります。日本国内での平均身長体重のグラフで見てみると結構痩せる方かなっていうふうに自分的には思うんですけど、で僕 YouTube 始めてから今現在に至るまで、まあ質問コーナーをね何度かやってるんですけど、その中で必ず毎回スタイルエッジの方法は何ですかって質問が絶対入ってるんですよ。で、まあそんな風になんか僕のそんななんかスタイルを褒めてもらえるなんてって感じはもうもちろんするんですけど、それに対して僕毎回イカ水だから痩せてるんですって話をしてると思うんですよ。で、今現在は本当に何にも気を使ってなくて本当にマジで食べたいものを好きな時に食べたい分だけ食べるようにしてるんですけど、昔、だから高校生の時とか上京する前まで21歳ぐらいまでは本当に僕イカ水では全くなくて食べたら食べた分だけ太る体質だったんですよ。昔から大食いだから本当に体重の変動がめちゃくちゃ激しかったんですよ。サムネにもあると思うんですけど本当にこんな感じで、マジで本当に体重の変動激しくて、昔は僕本当に太ってる時期もめちゃめちゃありました。で、僕が一番太ってる時にしたダイエット法を今回ご紹介していこうと思うんですけど、もちろんダイエット法って皆さんそれぞれ合う合わないがあると思うので、まあこういう方法はあるんだなっていう候補の一個として考えてもらえたらなって思うので、そういう感じで聞いてもらえたら嬉しいなって思います。で、まず僕が一番太ってたのは高校2年生だったと思うんですけど、高2の時に、2ヶ月で8キロ太ったんですよ。その理由が、修学旅行で北海道に行ったんですけど、僕の高校が。で、お土産で、ロイズっていう、ポテトチップスにチョココーティングされてるお菓子があると思うんですけど、それが僕すごい好きで、で、家族用に買って帰ったんですよ。2箱ぐらい。一番でかいサイズのやつを。なんですけど、うちの家族が甘じょっぱい系が全然食べれなくて、で僕はそういうの大好きだから、せっかく買って帰ったし、自分も好きだから食べようと思って、2箱全部自分食べたんですよ。で、それだけでもまあやばいんだけど、そっから僕はもうチョコレートにめちゃくちゃドハマりしてしまって、で、毎日アルフォートとキットカットのファミリーパックあるじゃないですか、でかいやつ。あれを毎日交互に一袋ずつ食べてたんですよ。今考えたらもうそれは太るわなって感じなんですけど、当たり前じゃんそんなのって感じなんですけど、それで2ヶ月その生活を続けた結果、8キロ太ってしまいました。で、僕がその時、基本的にダイエットする基準って体重とかではなくて、やっぱ見た目のシルエットなんですよ。服がすごい好きだから、自分が好きな服を着れないのがすごい悔しくて、当時から体重計まんま乗ってなかったから、8キロ太ったって自覚が全然自分でなくて、なんで分かったかっていうと、スキニーパンツが単純に入れなくなったんですよ。で、僕昔からスキニーパンツすごい好きで、その足のなんかシルエットをすごい僕大事にしてるから、スキニーパンツが入らないのがすごい悔しくて、あと履いた後の足のこのパチパチ感がどうしても許せなくて、あ、これはちょっとそろそろやばいかもって自分で気づいて体重計乗ったら68キロで、やっばみたいな。8キロ太ってるってなって、ダイエットしようって決意しました。で、その皆さんが気になっている僕のダイエット法なんですけど、まあ、簡潔に言うと、炭水化物抜きダイエットです。結構ね、メジャーというか、皆さんたくさん知ってる方多いと思うんですけど、はい。お米もそうだし、パン、麺、そういう小麦粉系全部もそうだし、基本野菜とお肉だけしか食べないっていう生活をしてて、でも別に食べれる量を変えてるわけではなくて、本当にご飯をやめて、麺類をやめて、パンをやめて、本当それだけです。甘いもん食べたいなと思ったら、ヨーグルトにメープルシロップか蜂蜜を入れて食べたりとか、あとまあコンビニで売ってるようなゼロカロリーのゼリーを食べたりとかして、まあ甘いものを普通に取ってました。でもまあ当時僕ご飯本当に1日多分2合とか食べてたんですよ。1食で 1.5 合から2合ぐらい食べてたんですよ。丼3杯とか食べてて。で、まあ、やっぱりご飯が大好きだったから、ご飯がないのって本当に自分の中で考えられなくて、だってご飯必要じゃん。やっぱ、日本で生きてる自分としては、ご飯大好きだからご飯食べたいんですよ。で、やっぱカレーライスとか食べたくなるじゃないですか。そういう時は僕がどうしたかっていうと、豆腐をめちゃくちゃ水切るんですよ。豆腐パック開けて、それを、まあ、キッチンペーパーとかですごいぐるぐる巻きにしておいて、ボウルとかにちょっと重りを入れて、水分を極限まで切るんですよ。そしたら結構こうポロポロした感じの、なんかこう、したら割とこうご飯に近くなるんですよ。
正直味はそんな美味しくないけど、カレー1個食べるよりかは、やっぱなんか味がないものが僕に欲しかったから、豆腐とカレー食べたりとか、ご飯の代わりは全部豆腐で僕は賄って生活してました。で、その生活をし始めてから、だいたい2週間ぐらいで5キロは減りました。で、その5キロまで痩せたけど、あとのもう5キロが全然痩せなくて、そっからさらに1週間後見てみても、あんまりこう体に変化がなくて、体重も変動ないし、なんなら若干むくんでるかなみたいな感じがしてしまってて、なんでこんな頑張ってるのに報われないんだろうみたいな感じでめっちゃ思ってたんですけど、やっぱりこう体って慣れてくるし、炭水化物も体に必要な栄養素だから、それを抜いてしまうと、やっぱり体でね、普段それで補われてた部分が足りなくなっちゃうので、炭水化物だけ抜くっていうのはあんま良くないってことに気づいたんですよ。で、そっから、ちょっとやっぱ炭水化物取んないと体が回らないんだと思って、痩せにくい体になっちゃうなと思ったので、朝ごはんだけおにぎり1個分のご飯を食べるようにしたことと、あとは運動を始めました。僕、運動がマジで嫌いで、背高いから運動できるっていうふうに思われがちなんだけど、マジで運動嫌いで、本当に走るとかもう持ってのほか論外。もう絶対運動したくないんですよ、本当に。筋トレとかはまだ同じ場所にいるからいいんですけど、動くのが本当に昔からすごいインドアのタイプだから苦手で、でもやっぱり代謝を上げて脂肪を燃やしていかなきゃいけないから、やっぱ食事制限だけでは、やっぱ限界があるなって思ったので、そこから夜にジョギングを始めました。だいたい3日に1回ぐらいの割合で、でも時間は、なんか、10分とか20分だとあまり効果がないらしくて、脂肪が燃え始めるのが30分以上ってどっかで聞いた気がするので、うろ覚えなんですけど。なので、なるべく40分から50分。1時間ってなると結構壁が僕でかかったので、40分か50分ぐらい。走ったり歩いたりを繰り返しながらでもいいので、動くってことをやってました。そうするとやっぱり、新陳代謝が上がるので、すごいね、むくまなくなったし、なおさら。朝いつも食べるおにぎり1個。のおかげで代謝が戻ってきたのか、そっからまたターンと落ちて、で体重計乗ってみたら、多分それでもう8キロ痩せてて、あ、もう元取ったなって思ったんですよ。結構自分の中で1ヶ月とその半月以上ぐらいで8キロ痩せるんだってびっくりで、まあストイックにすごい頑張ったからっていうのもあるんだけど、で2ヶ月間で太ってしまった8キロはまた2ヶ月で元に戻すことができました。で、やっぱ2ヶ月で8キロ痩せると、ダイエットがすごい楽しいなって思えてきて、その後も、なんか、いつもバスとかで移動するところを自転車で移動してみたりとか、あと若干家でこう筋トレを少しだけやってみたりとか、そういうまあ無理のない範囲内で運動を増やしていった結果、またプラス2キロ痩せて、計2ヶ月ちょい。2ヶ月とか1週間ぐらいかな。で、マイナス10キロ達成しました。はい。結構10キロ変わるとだいぶ見違えるぐらい、スタイルに変化が出てて、周りからもすごい痩せたねって言われたし、自分もやっぱこう自撮りしてる時とか、自分のこのフェイスラインも変わったし、足もすごく細くなったし、やっぱこう、目に見える場所が変わっていくと楽しいなって思えたので、その後も頑張ろうって思ってたんですけど、まあなんか、やっぱ炭水化物食べれるってなっちゃったら、食べちゃうよねやっぱり。で、それでまた体重がこう増えたり減ったりを繰り返してたんですよ。で、当時僕なんかモデルの仕事をちょこちょこやってたので、モデルの仕事もあって、やっぱこう体型維持とかにすごく気を使ってたんですけど、上京してから、モデルの仕事を一切やらなくなったんですよ。まあ、当時いた事務所辞めたりとか、自分の心境の変化もあったりして、モデルの仕事やらなくていいやって思って、そっから食事制限とかを一切しなくなったんですよ。やっぱりね、人間いつ死ぬかわかんないし、食べたい時に食べたいものを食べたいなって普通に思ったんですよ。純粋に。だから、あ、もうやめたと思って、食事制限一切やめようと思って、食べたいものブワー食べてて、一回は多分めっちゃ太ったんだけど、その後、一点ところから全然太んなくなって、で、気がついたら、多分23ぐらいの時かな？全然太ってないなってことに気づいて、今となっては、やっぱり一番の健康法って、ストレスを溜めないことが一番じゃないかなって自分的に思うので、今は本当にストレス溜めないように、食べたいものを食べるように、してます。なんかだんだんと年齢とともに、あれ食べたい、これ食べたいはまだあるんですけど、もう腹いっぱい食べたいって感じがなくなってきて最近特に。だからそういうのもあって、だんだんこう体質が変わってきたのかなって思います。その他で気をつけてることっていうと、姿勢に僕すごく気を使ってます。普段こう友達とかとご飯行く時とかに、不意にこう友達が写真撮ってくれたりとかするじゃないですか。そういうのを後々自分が見た時に、すごい姿勢が悪いなってことに気づいて、こういう感じ。
めっちゃなんか首がめっちゃ前に出てて、すごい姿勢悪かったんですよ。それがすごい自分的にショックだったから、自分が家から一歩出た瞬間から、もう姿勢をピッとまっすぐ立つようにしてて、あと反り腰があんまり良くないって聞いたので、反り腰になんないように、腹筋に結構下っ腹のところ、へそから指3本分ぐらい下のところに力を入れて、歩くように常にしてます。そうするとやっぱ姿勢がいいと、変なところに力が入んないから、足とか顔に、なんだろう、こう、老廃物が溜まんなくなるから、多分血の巡りが良くなると、循環も良くなるから、むくみにくくなったのかなっていうのが一個と、あとは、腸を僕すごい今大事にしてます。腸活にすごく最近ハマってて、チャコールって言ってこう、炭が入ってるものとか、あとこう、お通じが良くなるもの、サプリメントとかでもいいんですけど、そういうのを毎日使って、なるべくこう、毎日ちゃんとこう、便が出るようにしてます。本当に便って大事で、マジ、うんち大事よ。本当に。お腹の中身を毎日ちゃんとこうリセットするっていうのは本当に大事だから、そこにすごい気を使ってますね。もともと便秘の体質ではなかったけど、そういうなんかこうサプリメントとか、健康食品を使うようになってから、毎朝ちゃんと、決まった時間に出るようになってるので、今は。そういう風にこう自分の中でサイクルをつけてあげると、体もだんだんそうやって覚えてくるから、だんだんそのサプリメントとか使わなくても、ちゃんとそういう風な体になっていくようにしていきたいなって今は思ってますね。はい。なので、昔やっていた僕のダイエット法と、今現在僕が気をつけてることは、こんな感じになりますね。はい。結構こんな感じで動画まとめて作ったことなかったので、まあ参考にしてくれたらなって思うんですけど、本当にまあ最後に言いたいことっていうと、やっぱ、うんちは大事ですね。本当にうんち大事ですよ、まして。はい。はい。では今回は長年皆さんから質問をもらっていたことを、詳しくお話をしてきました。参考になったらいいなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。僕普段はね、メイクのことを中心に挙げているので、ぜひぜひ僕のメイク法だったりとか、美容法、おすすめのコスメとか、気になるよって方は、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ギテでした。バイバーイ。